ステファヌス五世と呼ばれることがある、ローマ教皇は二人存在する。ステファヌスの名を持つ教皇の代数に関する歴史的経緯は、ステファヌス、教皇、ステファヌスとその代数を参照。ステファヌス五世、ステファヌス四世を参照。ステファヌス五世、ステファヌス五世とも書かれる。本校では、現在教皇庁及び教皇庁年間が正式に認めている八十五年に、 即位した人物について扱う。ステファヌス5世は、第110代ローマ教皇。出身は、ローマで、家系は貴族である。被災や、数奇教を歴任し、885年9月に、先代のハドレアヌス3世が暗殺されたため、教皇に選出された。ステファヌス6世は、西フランク王国の国王である、シャルル2世と対立し、教皇職を追われかけたことがある。 シャルル2世の死後、教皇職を何とか保ったが、その保全を図るために、コンスタンティノポリス総主教にすがるなどしている。891年9月14日、在位6年にして死去した。ありがとうございます。